お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。さあ今回は、最近のお気に入りコスメを使って自まつげメイクをやっていきたいなと思います。今回自まつげメイクなんですけれども、いつもつけまつげを手放せない私がですね、自まつげでもなかなか満足いく長さが出て見えるなという組み合わせのまつげアイテムだったりとか、やっぱりね、アイシャドウとのバランスとか、そのアイライナーのバランスも合わせて自まつげがこう生えていくみたいな感じのメイクになっていくかなと思いますので、そんなところを参考にしていただける動画になるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、すっぴんの状態からスタートしていきたいなと思います。はい、それではすっぴんの状態からスタートしていきます。まずお下地はシャネルのル・ブランラパーズペッシュのカラーを使っていきます。コーラル色のついたトーンアップ下地ですね。最近はね、軽さ重視のお肌作りが好きなので、白くなりすぎない感じの日焼け止め入りのカラー下地を使ってコンシーラーである程度整えるっていう感じで肌作りをやっております。このペッシュのカラーはなんかピンク味が強すぎてこう白くなっちゃったりせずに肌に馴染んでくれるので、標準色からまあちょっとジグロさん寄りの方のお肌に馴染んでくれるようなカラーなので、トーンアップ下地とかね、色のついた日焼け止め下地なんかがちょっと苦手な方はね、これ結構使いやすいんじゃないかなと思います。ただ最近ですね、この動画の撮影後、まあ日常を歩いているだけでですね、ものすごく日焼けをしてきてしまいまして、7月末のねこの編集している現在からするとペッシュもすでにオレンジ味が足りなくなってまいりました。日焼けするとね、オレンジの下地がね、一番こう肌を綺麗に見せてくれるので、何かいいものがあったらまたご紹介したいなと思います。コンシーラーは2色使っていきます。シェーディングみたいな感じのカラーと、肌色を整えるカラーを2色ですね。目の下や小鼻周り、口周りなどのくすみだったり、色ムラが気になる部分に 2.3R のカラーを使っていきます。この HD スキンコンシーラーはもう本当にチュルリンチョになるうるうるのコンシーラーで、笑った時に目の下にこう線が溜まる方だったりとか、パキパキした感じが苦手な方にはね、もう本当に使いやすい、お肌と一緒に動いてくれるような厚みゼロのコンシーラーでございます。崩れにくさを気にする方もいらっしゃるんですけど、今回ね、崩れにくいウォータープルーフのフェイスパウダーで最後セットしていくので、下地とコンシーラーは、まあ、お肌質に合わせて保湿重視で選んでいるっていう感じですね。水分を奪いすぎないように指である程度伸ばした後でスポンジでピタッと密着するようにフィットをさせていきます。そしてやっぱり最近日焼けをしてきたので、お肌色をね、日焼けした具合に合わせるために、おでこあたりから頬周りにかけてブロンザーっぽい感じでこの 3.6 番のカラーを使っていきます。シェーディングっていうのはまあ自然な影に見せるようなものなんですが、ブロンザーっていうのは10円玉みたいな色をブロンズという英語でね表現すると思うんですけど、ブロンズ肌、つまりは日焼け肌に使うのがブロンザーと言われるもので、粉のねブロンザーよりもこのコンシーラーのちょっと暗いものを使うと肌にねじんわり溶け込むような感じで、ちょっと日焼け感のあるお肌に仕上げていけるので、私は最近ブロンザーとしてこの 3.6 番の HD スキンコンシーラーを愛用しております。うんね、絶妙なんですよね。こう赤すぎずオレンジすぎず、ジグロさんから、まあ、標準くらいの肌色の方だったらもう全然使えるかなという感じで、肌が白い方が使うときはものすごく少なめの量にしていただいて、薄く伸ばしていくような感じにすれば使えるかなっていう感じかなと思います。アイメイクの一番最初は超愛用のアクアレジストスモーキーシャドウサンライズ。ウォータープルーフでめちゃんこ落ちにくいんですけれども、乾くまではスルスルとぼかしやすい滑らかに発色するスティックアイシャドウですね。これをまぶた全体上下につけて、輪郭だけねじゅんわりするようになじませてあげると、もうこれだけでめちゃんこ立体感が出るんでございますね。で、立体感が出たところにさらに凹凸感を追加していくような感じで、涙袋の高さが欲しいところにダズルシャドウのオーソーギルティを使っていきます。ダズルシャドウの中でラメだけが発色するタイプと、オーソーギルティみたいにパールがちょっと混ざってる色っていうのがありまして、パールが混ざってるオーソーギルティはラメだけじゃない分、ちゃんとね涙袋のぷっくり感を演出できるようなアイテムになってます。アイシャドウの質感はねすごい重要ですね。アイシャドウの奥行き感を出すカラーはアーティストシャドウのホットトフィーというマックのねコルクにちょっと似た感じのカラーになってるんですが、コルクよりも若干オレンジ味が強いのでヘルシーな印象で、強すぎない奥行き感を出してくれるようなカラーになってます。
これを柔らかい大きめのブラシでまぶたの影になってほしい部分を大きいブロックでね、影として色を塗っていきます。締め色とかを細かい範囲で塗るっていうよりも大きいブロックでまぶた全体の凹凸感を演出していくような感じですね。ぼんやりして見えると思うんですが、アイライン引くとね、ここに締まり感がプラスされていくので、ざっくりいい感じに立体感が出てくれるメイクっていう、まあそんな感じですね。アイラインはね、最近こちらのアクアレジストカラーペンシルのブロンズという名前なんだけれども、全然カーキに見えるようなカラーでございますね。このね、パール入りのカラーなんですけど、最近はね、これをアイライナーに使うことにハマっております。しっかり締まって見えるんですけど、つけまつげをしなきゃいけないほどのくっきりしたメリハリ感ではなく、自まつげでも目が生えて見えるようなまぶた周りのね、こう締まり感を出してくれるカラーなので、なんか強すぎず柔らかすぎずかっこいい色っていう、まあそんな感じの絶妙なカラーで大変お気に召しております。描くときは柔らかいのに乾いたらマジで落ちへんでというものになっておりますので、夏でも安心して使っていただけます。ではここから一回眉毛ね、いきたいなと思うんですが、最近のお気に入りアイブロウクリームのアクアレジストブロウスカルプターを使っていきます。以前にもね、動画にしたことがあるんですが、もう本当にカスのような量を出して平筆のアイシャドウブラシでファーっとつけるだけで、眉パウダーをつけてるような感覚でウォータープルーフの眉毛ができちゃうぜという、もうズボラの私にはもう最高のアイテムなんですね。このね、15番が一番明るいカラーなんですが、これを使ってまあ足りなかったら重ね付けして、もしくはアイシャドウをちょっと重ねてっていう感じで仕上げるのにハマってます。ペンシルタイプの方のアクアレジストブローもね、大好きなんですけど、最近はね、まあアイラインも強くしないし、眉毛もパーッといく感じが好きだったりするので、パウダーで仕上げましたよみたいな感じになるね、この感じがもうマイブームって感じですね。ブラシに少ない量を取ってつけるっていうのだけ気をつけていただくのと、お顔に対して垂直にブラシを当てていただく、ブラシが寝たりしないように当てていただくと、すごくね、綺麗に仕上げやすいアイテムだったりするので、慣れたらもう手放せないアイテムだと思います。ノーズシャドウは肌が日焼けしてきてまいりましたので、マックのスモールアイシャドウソバを使っていきます。今ね、だいたいファンデーションで言うと、マックだったらスタジオフィックスフルイドの NC の25か30くらいを使うかなっていう感じで、メイクアップフォーエバーだと 1Y16 がちょっと明るめになるかなくらいの肌色なんですが、このくらいになるとね、ノーズシャドウは例えばオメガとかを使うとちょっとグレーが強く見えてしまって顔色に溶け込みにくくなるんですね。なので肌色に合わせて選ぶということで、このくらいの肌色になってくるとソバをね、使っていきますね。もっと日焼けしてくるとコルクをチョイスしたりいたします。ノーズシャドウをね、先に入れてから眉マスカラに行きます。このチップが小さい眉マスカラをね、もう本当に大好きで愛用してるんですけど、ずっとデジャブを愛用してたところ、藤子さんも細いよということをね、オンラインレッスンのお客様にご紹介いただきまして、今更ながら藤子さんを使ってみてめっちゃええやないかという感じでございます。このね、ライトブラウンっていうカラーがデジャブの方だとあんまりないカラーの明るい色なので、ある色とない色があるので、使いたい色がある方をその日に使うっていう感じで使っているんですけど、藤子さんの方が1400円くらいで、デジャブさんはね、880円とかなので、まあ値段で選んでね、好きな方使ってもいいのかなと思います。はい、それではフィニッシングパウダーですね。崩れにくさは全てこの子にお願いという感じにしております。 HD スキンセッティングパウダーの 0.1 番コレクティブローズですね。カラーコントロール系のカラー4色と肌色のカラーが3色あるシリーズなんですけど、パウダーファンデーションと違ってほぼね、もうベールをかけるようなニュアンスのカラーがつくような具合になりますので、まあ好きなカラー使っていただいても全然問題ないですね。私はこうちょっと血色感のある感じが好きなので 0.1 番のコレクティブローズを使ってまいります。もうウォータープルーフ、スマッチプルーフ、トランスファープルーフ、ヒューミディティプルーフっていう感じで、汗水にも強いし、湿気にも強いし、摩擦にも強いし、色移りもしにくいよっていう、もう最強のパウダーなんですね。私の中で今ナンバーワンパウダーはこちらでございますね。はい、ここでね、愛用のビューラーなんですけれども、これね、日本だとマックのプロストアでしか売ってなくて、海外のねサイトでしかこういう画像がゲットできなかったので、マックコスメティクス UK のオンラインストアの画像を引用しております。もうね、マジで誰でもこれは絶対にカールが綺麗に作れます。本当にまつげ上がらないんですっていう方でも、
これはね一回も本当試してみる価値があるくらいめちゃくちゃ上がるんですよ。ブラックピンクのメイクさんも愛用しているようなビューラーになってまして、私もねなかなかね上がりにくいなって感じる方なんですけど、これはねもう最高ですね。もうこれしか使えない本当に。はい、というわけでこちらです。エレガンスのカールラッシュフィクサーっていうマスカラ下地ですね。これのカールキープ力とロング効果がものすごいんです。繊維が入ってるタイプじゃなくて液体でそのまま固まるみたいなタイプのマスカラ下地なんですね。繊維が入ってるタイプのマスカラ下地とかマスカラって私ちょっと苦手でして、目の中にねチクチク入ってきたりするのが苦手なんですね。これはねすごいです。本当に使ってみておったまげーっていう感じだったんですけれども、上下どっちもつけてマスカラに行くと正直マスカラはどれでも綺麗になるんじゃないかなっていうくらい、このマスカラ下地だけでめちゃくちゃ決まります。で、私はね、これに合わせるマスカラがね、なんとセザンヌのセパレートロングマスカラでございます。いろんなマスカラをちょっと合わせてみたんですけど、やっぱり下地をつけた後のマスカラって絡みやすさが結構重要だと思うんですよ。液体が柔らかくてどれだけ馴染みやすいのかみたいな。液体が絡みが悪いとね、やっぱり時間かかったりするんですけど、このセザンヌのセパレートロングタイプの方は、結構しっかりと液体が絡んで太さもがっちり出してくれるんだけど、束感出す時にも結構隣とすぐくっついてくれるし、めちゃくちゃ扱いやすいんですよ。これ結構ねコスパもまあいいし無難に使いやすいんじゃないかなと思いますね。ただもう顔中滝汗でびちょびちょになりますっていう人はウォータープルーフのがいいと思いますので、そういうことはまあウォータープルーフの方をチョイスしていただけると安心ですね。そしてリップは8月1日の新作メイクアップフォーエバールージュアーティストフォーエバーリップスティックのサテンの質感の128番ですね。フレッシュな血色感が出る色っていう感じですね。輪郭をですねベージュのリップペンシル、これも8月1日発売のアーティストカラーペンシルエクストリームということで、こっちをね輪郭に先にこうつけておくとさらにウォータープルーフで落ちにくくなるよっていう感じですね。今回はねこの動画では後付けして輪郭をぼかすように使ってるんですけど、ベージュのリップライナーを引いた後ね口紅をこう内側にファーってつけると本当にねじゅんわりしてめっちゃ可愛いので、ぜひ皆さんにもやってみてほしいなと思います。でチークはですね、楽天の公式サイトに手持ちの色の画像がなかったんですけど、アルマーニビューティーのルミナスシルクチークティントの 50.5 番ですね。フレッシュなコーラルカラーお客様にいただいたんですけれども、めちゃくちゃ良くてもうほぼ毎日使ってます。肌がね綺麗に見えます。ちょんちょんちょんってつけてスポンジでポンポンポンってするだけなんですけど、じゅわーっとこう内側からにじみ出てきたような血色感で広がっていくのでめちゃくちゃ綺麗で、なおかつね素肌っぽいツヤがね全然消えないんですよ。この間のマスクしてても取った後全然綺麗に残ってて、落ちにくくて色も綺麗に残ってくれるようなリキッドチークですね。一応ねリップ&チークなのでリップにも使っていけます。そしてハイライトはヘルシーな印象の時にぴったりなディオールバックステージフェイスグロパレットのグリッツ先生ですね。下の段は細かいパールで割と色がちょっと出るよっていうねコーラル色とブロンズカラーがあって、上の段がグリッターで華やかなツルンツルンな輝きが出るハイライトでございます。今回は先にパールの細かいコーラルのカラーを土台につけて、つるりんとしたこう上品なツヤ感を出してから華やかさを調整してつけるために上の段の明るいねゴールドのカラーを取って重ねてつけていきます。お仕事の時はこのコーラルの上品のパールだけ使って、プライベートの時に華やかな方を追加するみたいな感じで使っても可愛いですね。はい、というわけでこんな感じで最近のお気に入りで仕上げる呪まつげメイクが完成でございます。はい、というわけでこんな感じでメイクが出来上がってるんですけれども、いかがでしょうか。結構ね、やっぱりアイライナーをくっきりさせないことによってまつげが生えますよね。アイライナーを黒とかでバツンってしっかりねつけまの時くらい引いちゃうと、やっぱり地まつげの長さの根元の部分っていうのがアイライナーでこうちょっと隠れちゃうじゃないですけどね、同じ黒なんでちょっと認識されない分まつげ短く見えちゃうっていうこともあったりするかなと思いますので、だいぶねこのちゃんと締まって見えるねパール入りのペンシルライナーっていうのはなかなか重宝するんじゃないかなと思っております。はい、そして8月1日
1日から発売のね、この新作のリップもめちゃくちゃ可愛いんですけれども、もうカラバリがね、リップスティック全部で38種類新しく出るものと、リップペンシルも15色出るということなので、発売日後にですね、全色お借りして動画を作れるかなという状況になっておりますので、ぜひね、そちらの動画も楽しみにお待ちいただきつつ、お店に見に行けるよっていう人はね、もう可愛いカラー揃いまくってるので、ぜひ見に行ってみていただければなと思います。それでは今回の動画がね、楽しかったなとか、参考になったなと思っていただけたら、ぜひ高評価をよろしくお願いいたします。高評価をしていただけるとね、やっぱりおすすめに出てきやすくなるみたいなので、ぜひとも忘れずに押していただければ嬉しいなと思います。そして自分のメイクが瞑想中だったりとか、メイクの相談がしたいなっていう場合は、オンラインレッスンや対面のメイクレッスンでご相談を受け付けておりますので、気になる方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。年に一度の大阪対面レッスンも現在ご予約募集中でございます。年に1回しかないので、ぜひね、関西方面の方が近いよという方はチェックをしていただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。